わあ、あ、全部凍ってる。凍ってる。ああ、雪がいっぱい降ったんですね。いやー、東京は昨日雪がたくさん降ってきたんですよ。ほら、珍しいですね。わあ、皆さん滑らないように気をつけてください。あ、落ちた。これが全部入ってるんですね。おお、新潟産コシヒカリ、おかゆ。皆さんこんにちは、ゆでです。こんにちは、ゆでです。いや、日本ではおかゆ食べる日もありますね。1月7日、七草粥。じゃあ今日は七草粥、日本のおかゆ、僕韓国人が食べて韓国人の反応どうなってるのか食べながら話していきたいと思います。七草粥、わあ、スプーン、おお、韓国でも皆さんご存知通りにおかゆ、おかゆはジュクと言いますね。ジュク、ジュク、よく食べてますね。韓国のジュク、アワビ、うん、アワビおかゆと鶏肉おかゆと野菜おかゆなど、韓国もおかゆがたくさんありますね。いやー、いっぱい食べたんですよ、僕正直に。おかゆでも日本ではおかゆ、これは初めてですね。あんまり日本でおかゆ食べる機会がなかなか少ないですね。僕は卵好きなんで、卵をおかゆにしました。いただきます。いきます。おかゆ。もう一回食べてみますね。正直に美味しいっていうよりちょっと苦いですね、この葉っぱ。ここにあるこの葉っぱあるんじゃないですか。これ7種類が入ってますね。これ少し苦いんですけど、苦いものはやっぱり体にいいですね。あ、これからおかゆの味がしますね。あ、優しい味。皆さんはご存知だと思ってるんですけど、ポンジュクあるんじゃないですか。ポンジュク、韓国のポンジュクというそこのお店が有名なんですね。僕最初できた頃からポンジュクよく食べてたんです。ドケビ、ドラマドケビで出て有名になったんですね。本店がですね、大学路っていう대학로、韓国ソウルの대학로、そこが本店。ご飯だけ食べてみますね、ご飯だけ。癒される。と韓国ではおかゆをジャンジョリンという、ジャンジョリン、それと一緒に食べますね。メチュリアル、ジャンジョリン、それで食べますね。
キムチ入れたら美味しいかな。これおかゆにごま油少しかけたら美味しいですね。ごま油、はい、準備をしました。はい、OK。 あー、香ばしい香りがしますね。おかゆはお母さんがよく作ってくれてたんですね。やっぱり韓国でも買って食べることもあるんですけど、お母さんが作ってくれるんですね。美味しい。おー、あ、癒される。いや、昨日雪たくさん降ったんじゃないですか。すごく寒くて寒くて、いや、体が温まる。あ、温まる。とおかゆに醤油とかお塩とか入れたら美味しいじゃないですか。準備をしました。醤油ですね。醤油少し、しょっぱくなるから。うまい。おお、癒される癒される。あ、全部食べました。これちょっと下げますね。今日日本のおかゆ、七草かゆ全部食べたんですけども、僕は本当に元気になった気分。体にいいですよね。全然体にダメージしないし、味強くないし、優しい。日本のおかゆ、七草かゆ、お母さんが作ってくれたおかゆを思い出しました。正直にですね、昨日雪がたくさん降ってきたんじゃないですか。東京は雪がたくさん降ってきたんですけど、ここ田んぼが出ないんですよ。あまり田んぼが出ないですね。すっごく体が寒くて、最近調子があんまり良くない気がしてるんですけど、日本のおかゆ、七草ゆを食べて体がすっごく元気になりました。皆さんも2022年無病息災をお祈りします。いつも元気になってください。